続いて、麹屋三左衛門の甘酒、えー、紅白3本セットをご紹介させていただきます。えー、ご購入されたい方は、えー、画面上の QR コードを読み込んでいただくか、えー、概要欄のリンクから、えー、老舗通販のサイトにアクセスしてください。えー、麹屋三左衛門は室町時代の創業ということ室町,室町ということなんですね。室町幕府 とということなんで、まあ、600年前ということなんですけれども、まあ、こちら愛知の種麹メーカー、うん、ということです。麹いと,とともに600年、えー、麹のさらなる可能性を、えー、見出しながら多くのアイテムを生み出しています。えー、日本が誇る、えー、麹で世界の食文化に貢献をしている、えー、企業です。 とということで今回はご紹介させていただくのが、えー、甘酒の紅白3本セットということなんですけれどもまず、ちちょっとこちらねご用意させていただいたものをちょっと手元カメラで映していただいてますけれどもこれちょっとマークさんちょっと見せていただいてますよね紅白ということで赤と白ですか、ねはい、こっちが純米うん、うん、こっちが北海道の小豆ですね。はい ということで、まあ、純米と小豆が組み合わさった、まあ、紅白セットということで。二種類の、まあ、甘酒を、まあ、味わうことが、えー、できる。だけでなく、やっぱりこれ、縁起の良い色合いなので。お歳暮など、このギフトに、最適かなと思うんですよ。紅白だからね。そうなんですよ。うん、本当に、こう、ぴったりだなというふうに思うんですけれども。はい、はい。で、えっ、ー、と、こちらです。まあ、麹のやっぱり味合いは香り。 を贅沢に堪能できるように、えー、数千種の中から最良の麹菌をセレクトしてるんですよ。すごいで、うん、す,すよね、これ、うん数,千ね、数千種類のところからで。職人の手によって一歩一歩丁寧に作られているということで珠、うん、玉の甘酒ということなんですよ。すごいですね。おこれはですね,ねもうめちゃくちゃゃく 美味しいやつですよ <laughs> 本当に実際ねお話も聞かせていただいたんですけれども、はい、のビオックっていう新業態も作られたりということでいろんなチャレンジをねされているということで、うん、あの非常に まさになんか革新を続けているそうですね麹、ね、という伝統的な価値観というかですね手法といいますかいろんな発酵食品のもう本当に大元になる部分を作られている会社さんですので新しい可能性に対していろんなチャレンジをされているということだと思うんですけれどもそういった中でこの甘酒ということだと思います。はい、では ぜひ飲んでコメントをいただきたいなと思うんですけれども <laughs> ちょっとあのこちらです、ねはい、用意してもらったものがあるのでこんな感じですねとい,いうことで、ま、さき私も好きなんですよね、えー、こんな感じですね<ー>結構つぶつぶが入ってるような感じですとい,いうことでですね、まあ、こちらですね加熱殺菌と加水をい製法で作られていると。 いうことで出来たてんまあ、そのままの味わいをまあ、ご家庭で楽しむことができるということなんですね。いかがですか？あなんていうか爽やかですね。はい、爽やかなんか甘くどさがないので、うんはい、割とすっきり頂戴できるかなと思いますね。うん,うん、うん、なんかあのー、今ちょうどお湯と、はい、えー、甘酒をですね。甘酒1。1> うんうん はい、お湯1.5ぐらいで割らせていただいてるんですけどそのくらいかたぶんなるほどなるほど、はい、まあもちろんこちらのノンアルコールなのであのお子様でもねこう安心して、えー、召し上がっていただくことができまあ、すいというかお子様なんか好きな味じゃないですかそうですねあのプロバイオティクスっていってねやっぱり腸内の今腸活なんていう話ありますけど <laughs>、はい、そうですねお子さんのね腸を育てるというか、うんまあえー、腸の状態をより良くしたい皆さんのためには、はい、本当に いいんじゃないかなっていう。しかもこちら牛乳や豆乳と混ぜて割って飲むのもいいということなんですね。そうですね。もうあの全然割り元としてもね面白いと思います。ホット甘酒ラテにしてぜひシャめちゃくちゃいい感じだと思うんですけれども、ホット甘酒ラテシャレ取る。いいですよ。さらにあの飲むだけでなくなんかヨーグルトとかあのグラノーラにかけてお砂糖代わりにあのお料理にも。 あの使っていいただけるととうここなんですよが砂糖を使ってないっていうところが甘酒の良さだったりしますから箱、うん、食品ならではの,、ねはい、あのアプローチで思います、ね、皆さんにも楽しんでいけだけるのなと思います、はい。ということでですね「えー、麹屋三左ヱ門の甘酒紅白、えー、3本セット」をご紹介させていただきました。 はい、ご購入されたい方は画面上の QR コードを読み込んでいただくか概要欄のリンクからシニエス通販のサイトにアクセスしてください伝統の良いものを現代へ日本の老舗でしたありがとうございましたありがとうございます続いてカネショウはちみつ入りリンゴ酢をご紹介させていただきます ご購入されたい方は画面上の QR コードを読み込んでいただくか概要欄のリンクから老舗通販のサイトへアクセスしてください。はいこちらですねカネショウは大正ガネ1912年創業の青森の醸造元です。リンゴ酢などのお酢製品ならカネショウということでですね美容と健康を応援するリンゴ酢販売のカネショウさんです。 いやね、金翔さんね、はいあのー、実際あの本社の社を公開したことあるんですけど、はいえー、今日は創業から、はいえー、な何千何日ですっていうそんなの表示があるんですね。そう 掛、えー、け算合ってるか分からないんですけど、はい、要はね一日一日の積み上げがその何年という厚みになるんだっていうことで、うん、創業から何日目っていうのをやってるんですよ。あでも結構それ大事かもしれませんね。いやあ,の,あの,その日数系、はい、んて言ったらいいんですかね。 インジケーターを見て、はい、まあ激しく感動しまして、いやー重みをすごく感じますよ、ね。そう後継者にいやーこれすごいですねいやまあやっぱり一日一日の積み上げでこの百年という年月を重ねてきてるということを忘れないようにこの形にしてるんですとおっしゃるとう、まあ、激しく感動です。いやーそれは感動ですね。はい。まあしかもね、まあお酢ってすごく。 健康食品でもありますしそこをねあの大事にこうしているというのもまたいいでですすよねねそうですねあの実はです、ね、このリンゴ酢は、うん、あの我々のやっているアガタジャパンというホーチミン高島屋にあるお店でもあのご紹介させていただいてるんですけど、はい、なんと非常にベトナムの人にも人気。 そうなんですね。ベトナム人富裕層もですね、はい、このリンゴ酢が大好きということで、なるほど。飛ぶように売れております。飛ぶように売れているということで、うん、まあ、あの独自のこちらか製法で作られているというふうにお伺いしておりまして、このすりおろし醸造ということで低温発酵をするらしいんですねこちら。うん、でさらに多くのまあキで長期熟成させ リンゴの成分を凝縮させたこだわりのリンゴ酢ということなんですね。いや手間暇、めちゃくちゃかけているリンゴ酢ということでですね、まあ、お歳暮を中堅、まあ、ギフトにも結構、好適というふうにお伺いしているんですけれども、ね、手元にもうすでに用意されていますね、リンゴ酢が。 はいこちらリンゴ酢なんですけれども入りなんですよね。なのでこうお,お酢っていうとこうツンとするとか、はい、こうそういうのを皆さん想像されるかもしれないんですけれども、うんまあ、そういったなんか嫌な感じが全くないんですね。はいであの、うん、マイルドなあの口当たりで非常においしいんですけれども今ちょうどソーダ割りをあの作ってもらいまして。 えー、リンゴ酢1に対してソーダが6から8倍ということで、はい、薄めて飲んでいただければと思いますこれはこの1本で,ですかなり長い間、はい、あの買っていただけるとあの飲み続けられますのでなるほど,なるほどいいですね、はい、で,、はい、で毎日毎日あの飲み続けるっていうのはやっぱり健康のためにはすごく吸っていいそうなのでリンゴ酢も 兼正、はいえー、さんのリンゴ酢も非常に体のいいものだと思いますのでぜひ皆さんにもですねお試しいただければと思いますいやリンゴがまあベースになっているということなんで、うん、お子様から本当にご年配までどなたでも飲めるというのがめちゃくちゃいいですよね、うん、そうですね、はいあのー、多分ですねお子さんがこれを飲むときにうん、うん、お酢をあの普通に飲むというふうになると子供にとって少しハードルがあるのかもしれないんですけれども。はい りちょっと飲んでだいてそもちょっとコメントをいただきたいんですけれどもそうですねあの結構ですね私本日収録でお酒を飲んでしまって顔の色がもうでに酔っ払い色になっておりますがこれ先にちょっと皆さんに申し訳ありませんということ言い訳をして頂いのちょうど今お酒をね何杯か頂戴してその後い 飲む、うん、リンゴ酢ソーダ割り、はい、ちょうどいいんじゃないかなというふうに思っておりますということではい、はいはい、飲んでいただければと思うんですけれどもはいいかかがですか、うん、香りがいいですねやっぱりねこちらの蜂蜜を加えているということなのでやっぱりそのあたりも飲みやすさは感じますか感じますすよなんかやっぱりですね、はいうん あの金正さんご投資が本当に優しい方なんですよね。はい 味も優しいです。はい,はい。もう人柄が味にも現れているということなんですね。ーーうん、まあ、あと、この、あの、今、炭酸で、まあ、割ってますけど、水とか。あと、牛乳などでも、割って飲むというのも、おすすめということなんです,、ねうん、ですね。そうですね。青森の工場行った時に、牛乳割り頂戴したんですけど。はい、めちゃめちゃ美味しかったです。あ、こういう感じになるんだっていうので。なるほど。美味しかったですね。いや、めちゃくちゃ、お子様にもね、うん、こう、お勧すすめできる。 一品です、ね、そうですねそうんか、はい、あのジオ競争というところでいくと非常にそのおスって、ねはいろいろはちみとねお酢の組み合わせりんごの組み合わせってりんごも非常に医者いらずなんてことを言いますからいい組み合わせなんじゃないかと思います、うん、あのベトナムの富裕層もね、はい、あ結局お金持ちなんであの美容と健康非常に気使ってるんですけども彼らもあのすごくあの愛飲してるのはですね何がしかいい効果があったのかな 心も感じますので皆さんもあの楽しみながらですね あの健康みたいな雰囲気を出していければいいのかなという雰囲気を出してなんだかわからないですけど、はい <laughs> はい、あのぜひ楽しんでいただければなと思ってますはいありがとうございます、えー、カネショウハチミツ入りリンゴ酢のご紹介をさせていただきました、えー、ご購入されたい方は画面上の QR コードを埋め込んでいただくか概要欄のリンクから新生通販のサイトにアクセスしてください、えー、伝統の良いものを現代へ、えー、日本の新生でした